大好きな誠先輩にまとわりついてきて鬱陶しいって思ってましたよね。これだ。私嫌われたくないんです。こんな夜中に呼び出したりして迷惑かけて、私のこと好きって思ってくれてる人にがっかりされたくないんです。俺ならそもそも嫌われてるから問題ないってことか。なんじゃそりゃ。そうですね。あ、残り私の総取りですね、師匠。なんだよ。もしこの先師匠と誠先輩がうまくいかなくなったとしておい、ああ、例えばですよ。例えばこれから先もっと大人になって、もし師匠が先輩以外好きになれなくて、私も先輩以上に誰も好きになれなかったら、一緒にいませんか。バーカ、そんな未来来ねえよ。大丈夫だよ、お前は。お前って実は結構暗いやつだよな。師匠のバカ。